それでは、次にコントロールリキッドの乗せ方について、解説をしていきます。こちらはテキストで、コントロールリキッドの種類という形で、具体的にこういう 色ムラがあるときはこういった色味を乗せましょうというのも、詳しく載せておりますので、そちらも一緒にぜひご覧になってください。それでは、こちらの動画では、塗り方の説明を詳しくしていきます。まず、今日使うのはこちらですね。コントロールリキッドというふうに書いてあるんですけれども、色ムラを補正するためのリキッドですね。で、こちらはレモンイエローを使っていきます。で、これはリキッドです。でクリームの場合はそのままチューブから出すような形なんですけれども、リキッドの場合はこう日焼け止めみたいに下にこう攪拌するためのボールが入っている場合はこうカチャカチャと振って、きちんと中身を混ぜてから強く 2,3 回振る程度でいいんですけれども、そういった、ちょっとこう混ぜてから使ってください。で使う量なんですけれども、これは色ムラの多さとか濃さとか、その面積によって人によって全然違うので、量がわからないというよりは少しずつ取って乗せていって、で、最適な部分を最適な量っていうのを、自分はこのぐらいだったら、色ムラがカバーできるなっていう量を見つけてください。でまずはこのぐらいですね。お米一粒よりはもうちょっと大きいぐらいですね。出していきます。でどこにのせるかと言いますと、私今ほぼ、下地だけつけていてすっぴんの状態なんですけれども、割とこうお部屋が明るいので肌色も明るく見えるんですけれども、結構こういうニキビの跡だったりとか、あとはちょっと頬の赤みなんかもあります。あと一番濃いシミっていうのが目周りですね。 目が結構もう色素沈着でこう暗くなっています。あとは目の下ですね、これも色素沈着とそれからクマによって結構暗くなってます。はい。で、大体皆さんも小鼻のあたりだったりとか、あとお鼻の下ですね、このあたりにも赤みがあったりします。で自分の、肌の一番白いところですね、白いところを見て、そこから、確認して自分の肌がちょっと赤いなとか、茶色いなとかっていう部分が基本的には色ムラと呼ばれる部分で、そこを補正していくことで、一番綺麗な肌色に近づけていくっていう工程になります。それでは、頬の部分からちょっと乗せてみます。これも軽く薬指で、軽く取りまして、で乗せます。こんな風に。で、ファンデーションとかだったら結構サッサッサって塗り伸ばしていきますよね。でスキンケアだったら結構こうグーッとこう押したりしてプッシュして中に入っていくようにするんですけれども、このコントロールリキッドの伸ばし方というのが結構コツというかミソになります。どういう風に伸ばすかと言いますと、これを叩いて必要な部分だけにこう広げていきます。叩き伸ばす。で、イメージで言うとこの、水分だけ蒸発させて、この黄色い粉体が入ってるんですけれども、これだけを肌に密着させるようなイメージで、中指あるいは薬指で軽く当てた瞬間に離すようにして、肌にその部分必要な部分だけにのせていくという感じです。これでちょっと、右側の赤みが落ち着きました。でちょっと分かりやすく見ていただくために右側だけ塗っていきます。で今度は、目の上ですね。目の上も結構色素沈着があるんですが、ここにも軽くのせます。でこれを叩いて必要な部分だけ水分を蒸発させるように軽
く指を当てた瞬間に離すように軽いタッチで叩き、伸ばしていきます。これあのベースメイクの部類では結構時間がかかる作業になるんですけれども、スポンジですることも可能です。でスポンジでもいいんですけれども、結構やっぱりあのリキッド液状なのでスポンジが一気に吸ってしまうので効果が、全然弱まってしまいます。なのでここはちょっと時間がかかる工程ではあるんですけれども、できるだけ手で、色ムラがある部分を確認しながらのせていくっていうのをおすすめします。でもし色ムラがあの1回のせたぐらいだと隠れないなって思う場合は、こういったあのリキッド状であれば塗り重ねてもあのそれが原因でメイクが崩れるっていうことはまずありません。でクリームの場合はちょっと油分が入っているので、のせすぎると、そこからメイクの崩れが始まるっていうことは考えられるので、クリームを使う場合はちょっと、のせる量っていうのを考えないといけないです。で、目の上今のせていったんですけれども、ちょっと明るくなりました。もう少しのせていきます。こんな感じですね。結構遠目から見ても全然左右が違うと思うんですけど、あと目の下ですね。目の下をメイクする場合は基本的には顎を引いて、ちょっとこう睨むというか覗き込むような角度で鏡を見ていただくと、眼球を できるだけこう傷つけずに、際まで塗ることができます。こんな感じですね。かなり明るくなりました。あとはここの涙の通り道の部分も結構暗くなってしまっているので、ここはあのカバーしておいた方がアイラインをこう自由に下げたり上げたりするときにこう二股にならずに済むので、ちょっと細かいところなんですけれども重要です。こんな感じで左右がの明るさがこちらとこちらで全然違います。人によってはあのファンデーションよりもコントロールリキッドの方が重要っていう方もいらっしゃいますので、自分の色ムラっていうのをきちんと把握して確認して、それに似合った、コントロールリキッドを使って色ムラを解消していきましょう。それではやってみてください。